ひらめきラボ。おはようございます。ひらめきラボ松丸亮吾です。今日の一問、早速参ります。問題はこちらです。あ、でもこれ結構簡単な気がする。はい、正解です。きたー、すっきりはい、皆さん今日もスッキリできたでしょうか。これ綺麗ですね。問題すごくいい問題。解けた瞬間スカッとするし、答えもあ、だからその答えなんだっていう問題だったかなと思います。この問題簡単に解説していきます。この問題はこの真ん中の丸が何を表しているかを2通りで考える必要がありました。真ん中が表しているもの、玉、球、丸、いろんな言い方がありますけど、それを踏まえてこの左側見てもらうと、この赤いところは点が入って、この青いところは「お」が入れば「玉」という漢字ができますよね。で、上見ると3文字になってるんで「9」って読むんだろうなということが分かります。でこれを踏まえて、赤い部分と青い部分を右側のこの何も書かれていないように見える部分に同じように当てはめてみると、今度はこっちの漢字の玉が出来上がります。で上の部分にはもちろん「玉」と入るので、これで全ての丸を分けることができました。あとは下に当てはめれば「雪だるま」ということで、正解は雪だるまでした。ひらめきラボ。はい、皆さん朝からスッキリできたでしょうか。このチャンネルでは週2問問題を配信していますので、ぜひチャンネル登録と、アラート登録をして朝7時の配信楽しみにしていてください。面白いと思った方、高評価、そしてチャンネル登録、下のコメント欄で今日何秒で解けたとか、こういうところが面白かったみたいなコメントを残していただけると、制作陣の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。これから出かける方も、今電車に揺られている方も、いってらっしゃい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんからの問題も Twitter などでお待ちしております。じゃんじゃんつぶやいてください。